教員養成セミナー7月号パワーアップノート科学の解説をいたします。講師の三宅です。よろしくお願いいたします。この動画ではテーマ B 物質の状態と変化のチェックテストの方の解説をさせていただきます。まず1番ですねの問題を見ていただければと思います。こちらは溶解度に関する問題となっております。28ページから29ページですねのところにかけて書いてある内容になりますので、そちらもぜひご覧になってください。はい、まず括弧1番ですね。はい、水 100g に硝酸カリウム 160g を加えたところ、室温では完全に溶けなかった。全て溶かすのに必要な最低の温度はいくつでしょうと。溶解度というものは、水 100g に対してどれだけ溶けますかっていうのを温度によって表したグラムですねになりますので、今 160g です。水 100g に硝酸カリウム 160g、 これですね、これ溶かしたいんですね。 160g 溶かしたい、ですので 160g 溶かすのにっていうのはこうやって見ていきますよね。横にこう見ていくと、ここです。ぶつかるところがあります。ここの温度の時に 160g 全て溶けますよ。20度だとここまで、40度だとここまで、60度だとここまで溶けますよというグラフになっていくので、160g 溶けるのはここ。じゃあこの後下を見ていきますね。ぐーっと下を見ていくと、これですね、80になりますので、括弧1番はこのグラフの読み取りから答えが出てくるような形になります。括弧1番の答えは、80度になりますので、丸4番ですかね、丸4番の80度というのが答えになっています。はい、それでは次に括弧2を見ていきましょう。括弧には60度に保たれた水 100g に硝酸カリウムを入れていきますよというお話ですね。はい、で、飽和するまで加えましたよという形になります。飽和する、はい、一応確認のため、飽和するって書いてあるんですね。飽和する、飽和ということ。これに関しては限界まで入れましたよと、溶ける限界まで入れましたよ。これ溶ける限界ですね。溶ける最大量のところまで入れてますよという形になります。もう限界まで、まあ、さっきので言えば括弧1番80度で限界が160でしたよみたいに見ていきます。括弧2今回は、硝酸カリウムを飽和するまで60度で、どれぐらい入れたかは分からないんですけど、60度で限界まで入れましたよ。ここからスタートですね。60度、限界どこですかっていうところで縦に見ていって、ここまで溶けますよということになります。で、今度はこれを横に見ていくわけですよね。60度で限界がここですと。で、メモリちょっと注意してくださいね。グラフのメモリ、飛んでない40、80、120なので、ここにもう一個、問題文だと線が入ってますけど、真ん中にこうやって線が入ってますけどね、はい、一個ずつのメモリで言うなら20、40、60、80、100、120ですので、100と120の間だからだいたい110ですよねということがわかります。110、今限界で110までスタート溶けていますと。で、これを今度は20度に冷やしましたよと、はい、20度に冷やした時どれぐらい析出しますか、出てきますかっていうことですね。じゃあ次は冷やしたら20度ですと、はい、20度で溶ける限界ですがここになりますね。ここ、よいしょ、はい、溶ける限界、これも横でどれぐらいいくのかなと見ていくと、はい、これ30ですね。メモリ見てあげると30になります。もともと160度で110まで限界まで溶かしたんですけど、それを20度まで冷やしてあげると今度は30までしか溶けないんですね。
そうなると括弧2はもともと110溶けていたんだけれども、20度に温度を下げると30度しか溶けない。じゃあ溶けない分が出てくるわけですよね、はい、なので110から30を引いてあげると実はこちらも80になると。で今回のこれは、答えが ③ で 80g の方ですよね。グラムですかね。これですね。4と3というのが答えになってきます、こちらで1番の解説は終了となります。次に四角2の方の解説の方をさせていただきます、こちら化学反応式に関する問題ですね。まずちょっと確認しておきましょう、29ページにも書いてありますが、化学反応式の作り方、反応物を左辺、左側ですね、生成物できるやつを右側右辺に書き、矢印で結びましょう。この問題の通りですね。進んであります。ここまで書いてますね。これ書いてありますと、今回の問題は ② の方のところで、ここですね、同種の原子数が等しくなるようにという、この原子の数を揃えていくようなやつが問題になりますね。それによって、係数ですね、最も簡単な整数比で係数、これ前の数字ですね、これ全部整数で書いていきますよと、なおですね、係数の1は省略しますよと。なのでこことかこことかここはもう1なんですけど、省略されているような状態です、ポイントは原子の数ですかね。原子の数、それはポイントになってきます。ではちょっと見ていきましょう、はい、まず1個目のやつが N2 足す (1H2)で矢印で括弧に NH3 となっておりますと、1と2ですね、決めていくんですけれども、はい、では N2 が今1個ありますので、これ原子の数なので N が2個ありますよと言ってるのと一緒ですね。 N が2個あります、はい、でそれぞれ見ていくと、一旦 H は H2 なので H が2個、まああるわけですね、はい、でアンモニアです、これ NH3N で H のが3つ1、2、3というのが今全部1だったらこうなりますね。1だったらで左側と右側の数を合わせていきます。合わせていきますね。そうすると NN って2個ありますね。 N が2個で、右側には N1 個しかないので、こちらはまず数合わせていきましょうと。そうすると、よいしょ、ここですね、 N を揃えるんですけど、ここで1個ですからね、 NH3 で1個なので、ここを N 増やしたかったら、もう1個増やしたかったら NH3 をもう1個増やさなきゃいけないんですね。そうしないとここは数合わない、ね、はい、N を揃えてきましたと。じゃあ次に H はっていうと、今度右側に H が 1、2、3、4、5、6個ありますね。6個で H2 は1つで2個セットなので、2個、4個、6個ですね、まあ、こんな形になっていきます。これで1個セットですかね。これで1個セット、 N2 これセットですかね。セットセットセットになりますかね。これがセット、これセットですかね、はい、なので N を揃えると1個出したんですけど、このセットで全部増えていきますよという形ですね。この数を合わせていくとという形。そうすると括弧1は1、2、3個、なので3ですよね。3個、係数が3になるし、括弧2っていうのは1、2なので2、3と2っていうのは最初の式の答えになっていきます。で同様に同じようになっていきますよ。同じようになっていきます、はい、次は Fe2O3 と H2 から Fe と H2O ができるという形の式になりますね、はい、これなかなかありますね。 FE があって、O ですか。さっきは H を赤にしたので、よいしょ、 H で、これは1個だけで F になっていて、 H2O はこうですね、よいしょ、こんな感じになっています、はい、これで数を合わせていきます。
今回もこれ実はさっきも言ったんですけど、これ1だったんでこれ1個だなってのはもう実は分かってるので、今回それに合わせていくとやりやすい。これ1個です。だからこれはもう1個だけなんですね。それで合わせていくと問題としては簡単かなと思います。でもう1個考え方としては、1箇所にしか出てない方ですねを選んでいくんですけど、今回はまあどれ順番にやってもいいんですけど、決めやすそうなやつを好きなのを選んでください。H とか O よりもそれ以外のものの方が選びやすいことが多いです、比較的。今回 FE でいきましょう。まず FE は左に2個、鉄2個ですね。これ1個なのでこれ1個増やしてあげなきゃいけないんですけど、はい、これ FE だけなのでこれで終わりですね。これで左と右の緑の FE は揃いました。次これを揃えていきましょうか。 O が3個、こっちに O が3個なきゃいけない。なのでここに O が3個したい。3個。たださっきも言いました、こうやってひとまとまりで増えていくので H2O という形で増やしていく形になる、こうなりますね。で次赤の H が右側が 1,2,3,4,5,6 個ですね。6個なのでこっちにも同じように6個になるようにしてあげるとこれで完成かなと思います。これで1個。このひとまとまりで。H2 個で1個ですからね、H2 が。F1 個でいいね。これで終わり。よいしょ。よいしょ。まあ、この形になります。これは係数になるわけですよね。1だから省略されていて、次、カッコ3の H は3個あって、FE、2個。H2O が3個という感じになっていきますと。はい、で、最後の。3番目ですね。これちょっと面倒くさそうな感じが、匂いがすごいしますが、やっていきましょう。はい。N。ちょっと書くのが大変ですけど、H が4個。と、そろそろ色がなくなっちゃうので、はい。どうしようかな。いや、CL にしようかな。C、CL。よいしょ。黒でいいから。CL。はい、CL。ちょっと CL ですね。青にするか。じゃあ CA。はい。で、OH2 ですからね、これ OH2。O が2個と H が2個ですと。もうすでに、結構な種類出てますねっていう感じですね。で、同じように、1個ずつだったらどうかな。N。H が3つ。で、1個。CA。CL が2個、H2O なので H が2個と O ですね、はい、これで数を揃えていくんですけど、まず一番最初にやるときに失敗しやすいのはこれ H やっちゃった H がここにも出てるしここにも出てるしここにも出てるしここにも出てるんで、いくつかに出てるときは合わせるの大変です。これ1個決めてもいろいろずれちゃうので、こっちもずれちゃうしとかっていう風になるので、一つの N だったら N はここからにしかなくて、もう一個ここにしかないですよねとかっていう場合は、そういったものから決めていくと決めやすくはなります、はい、例えば CA もそうですよね。 CA もこれ1個、ここに一種類のところですね。 CA が入ってるのはこれだけ、はい、たくさんに入っているものはちょっと避けておいた方が良いかと思います。で、なるべく数が少ないやつから合わせた方が合わせやすいです。今回 N か CL か CA なんですけど、ちょっと CA が、今回ここが1だっていうのも分かっているので、CA からいこうかなと。CA1 個ですと。これ1個なので、そうするとこれ1個なんですね。まあここも1なんですけどね。実は1個ですと。はい。じゃあそうなるとこれが1個だって決まったので、次、ここ決めます。CL。右側に2個。だから左側1個しか今ないので、これ2個にしてあげなきゃいけないわけですね。CL。はい。そうすると、セットで増えますからね。よいしょ。これがセットで増えるわけですよね。うん、結構たくさん増えましたみたいな。はい。増えましたよ。じゃあ次。次。H じゃなくて N ですね。こっちですね。こっち。N が今2個。左側。矢印の右側に、ここに1個しかないので、ここも1個増やしてあげなきゃいけない。そうすると H が決まり。こうなりますと。で、次に H を決めるんじゃなくて O を決めます。O を決めますね。さっきここ1個で決めたので、を
これ2個あってこっちに1個ですと。そうするとこれは O 1個足してあげると、で一応最終確認しましょうか。 H の数を数えてみましょう。左と右ぜひ数えてみてほしいんですけど、4567891010個ですね。左側10個12345678910です。でこれ完璧に揃ったのでこれで OK ですよねと。で数を見ていくとこれでひとまとまりですかね。よいしょ、まあ、横に書いてあげてるので全部これでわかるかなと思いますが、でこれで数を合わせていけば括弧 6NH4Cl ってやつですねは2個で、7はこのアンモニアですね。アンモニアも2個8も2って全部2だったんですけど、こんな形で、ポイントは原子ですからね。原子の数この N とか1個ずつのやつを合わせていきましょうねというポイントがありますので、左と右で揃えていく。そしてできれば少ない数のものから合わせていく方がやりやすくなりますので、そちらからまず決めていっていただけると良いかと思います。こちらで四角2の解説の方を終了させていただきます。